今回取材するのは選挙期間中に96歳を迎える、もちろん最高年齢の候補者です。東京都知事選挙に7回出馬し、もちろん全て落選ということですね。さあちょっと行ってみたいと思います。それがこの方です。ダン、ドクター中松さんです。ということで、ドクター中松さんです。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。ご無沙汰しどんどん派手になっていますね。いや、どんどんじゃなくて、これはね、僕のニューヨークのね、テーラーがいましてね、特別にドルチェ&ガバーナで作らせて、世界で一つしかない、で、ベルトがベルサーチということで、まあ、今回のこれ、あのユニフォームってことになるんですか、選挙戦の。ユニフォームって、これ普通に着てます。あ、普通に着てるんですか。普通に着てます。普段からだって、ニューヨークのテーラーに作らせたもの、だって着るのは大変。あ、なるほど。相当ね、お久しぶりなんですけれども、あの東京都知事選挙、これ10年ぶりになるんですか。そうですね。で、かなりその選挙期間空きましたけども、あの大変な病気されてたっていう。まあ、病気もしましたし、病気は全てやりました。がんになって、脳梗塞になって、あのその心筋梗塞の、もう全ての病気やりました。で、その病気は全部クリアされたんですか。全部発明でクリアしました。発明でクリアした、例えばね、癌が道管癌という癌で、治療ができない。でも5本の医者もですね、ギブアップして、もう2年で死ぬと、いうことを言われたんですが、じゃあ治療法ないなら自分で発明せざるを得ないだろうということで、ガンガンロボットっていうね、ガンを治すロボットを発明した。で、これは特許になってます。あ、特許になってるんですか。そういう状況の中で10年ぶりに東京都知事選挙に打って出ようと思ったのは何かきっかけあるんですか。それはね、例の裏金とか、もう政治時間がもうとんでもない、こういう政治でいいのかということです、怒りですか。怒りです。で、今回がこれ最後の選挙になるわけ。最後なんて言ってますね。言ってませんか。次は100歳です。次100歳あの、そうやってね、それだけこう繰り返し繰り返し選挙に出るっていうのは、あの、どういうこれ目的があるんですか。これは実はね、終戦の時、終戦が8月ですが、その前のね、5月にドイツが負けた、で、ドイツにいた海軍のね、武官藤村中佐っていうのはね、終戦の交渉をしたの、アメリカと、その5月に、それで相手はダラスね、試合のダラスと交渉した、その人が実はですね、私のうちの三軒隣に住んでる。それでね、私も海軍、彼も海軍、それで仲良くなって、そして彼が死ぬ時にね、この日本じゃダメだと、だから君が総理になって日本を治してくれと言って死んだ。だからその遺言でずっとやってる。なるほどね。でもなかなかこう突然できないっていう、その時はなんかこう焦りとか、なんか不安とかなかったですか。いや、焦りはありません。私が言ってることは正しいし、残念ながら皆さんが理解してくれない、残念ながら藤村さんの遺言をまだ達成できない、それが残念。で、そういう理解さしない有権者に対して、なんかこう憤りみたいなのないですか。憤りはないですよ。そういうもんですよ。そういうもんだけども、一つやっぱりね、さっき言った裏金とかね、お金で政治をする、いわゆる政治屋の組織が、組織票でやってるから、だからこういう状態では日本は悪いと、これがまさに藤村さんが言ってることであって、この際ですよ。今回の選挙ほどですね、従来の政治家、政治家の、政治家の選挙をやめて、実力のある人、実力のある人を都知事にすると、こういう選挙だ。今ね、東京都が抱えている一番大きな問題点ってこれ何でしょうか。やっぱり物価高と貧困でしょう。まず物価高についてね、他の候補では絶対にこれはできない。私だけはできる。なぜかというと、エジソンの発明件数1000件に対して、私は4000件、つまり世界の発明王ってことは世界中の人が知ってる。
世界中の人の、うん、私がハーバードで、うん、レクチャーし MIT でレクチャーしと、うん、必ずそうやって紹介される。だから国際的に知られてる人、うん、それが突人になる、うん、そしたらどうなるか、うん、世界一の発明が突人になったら自動的に東京が世界の発明センターになる、自動的に、うんうん、そうすると何が起こるか、ロサンゼルスとかね、いろんなところでできてるスタートアップね、うん、シリコンバレーのね、スタートアップ、みんな東京に来る、なるほどみんな、うん、そして投資が全部集まってくる、はい、世界中から、うん、つまり東京が一番リッチにできる、うん、都民を一番リッチにできる、うん、これは私しかない、この候補には絶対できない、うん、そしてもう一点ね、なんか今回この選挙に対してなんか発明をしたっていう、私がね、選挙する以上は、発明的な選挙をやる、はい、うん、例えば街頭演説とか、そういうのはね、全く意味がない。なぜ意味がない？自分が言ってただけ、うん、街頭演説、はいはい、人の言うこと聞かない、うん、だから私の今回の発明はですね、人の言うことを聞いて、例えば私のポスター、はい、QR コード、それから選挙候補、QR コード、そうするとそこに質問すると、何でも答えをします、これがもう他の候補は絶対やってない発明です、で、こういうことによって民意を本当に吸い上げることができる。なるほど。最後にですね、こう私以外ではなくて、テレビを見ている視聴者に向けてですね、一点なんかこう訴えるとしたら何でしょうか、今回の都知事選で。いや、もちろん今の腐敗した職業政治家の選挙ではなく、能力のある人、能力のある人を都知事にしましょう。それには皆さんの投票、それが重要です。ドクター中松に投票が重要。ありがとうございます、はい、最後にこの椅子は何の椅子なんですか。これはまあキングの椅子という、キングの椅子選挙ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、また次回も取材に行きますか。はい、ありがとうございます。お時間いただきありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。取材していただいてありがとうございます。宝松じゃねえ、あれ、この度東京都知事選に出馬いたしました清水邦明でございます。年齢73歳、妻と5歳の子供がおります。今回は、初めて政治という世界に顔を出しました、はい、都知事選が始まって今の心境を教えていただいてよろしいですか。後悔半分、やる気半分本当にめげる時って結構あるのね。いろいろいろんな人にこう握手無視されたりするとがっくり落ち込んで、まあこの先明日投票日の方が嬉しいような気がしますただ選挙っていう全く新しい世界で、その選挙そのものは楽しんでるけどね、うん、でみんなの疲れてる顔を見ると辛いけれども、俺はもう全然その全く疲れを感じない病気らしいんですよ、お医者さんに言わすと。ただ疲れてるなと思うのは、風呂入ってるとそのゴボゴボっと沈んだりね気失うように寝てしまったりする時あるけど。ちなみに出馬された理由を教えていただいてもよろしいでしょうか。僕はね、まあ、出馬という話になる前から、この阪神淡路の大震災からずっと今日まで能登半島に至るまで災害現場にずっと顔を出してたんですよ。でその経験からすると、今度東京が非常に今確率的にやばい時代になってますね。そうなってくると一番心配されるのは災害が起きてからの避難生活っていうのが、これは見たことないようなことになるのはもう分かりきってるわけですね。にもかかわらず、その防災というそのなんていうかな、災害の前の手立てしかしてなくて、災害が起きてからが結構重要なんですね。避難所をどうするのか、二次避難所はどこにするのかと決めなきゃいけないんだけど、備えよ備えよって言うてる割に現政権はですね、そういう公助ってのをやってないんですよ。いわゆるその自助と共助、みんなでやりなさいって言って、
その人たちがやらなきゃいけない本当のその安全な避難所というものを作ってないから、僕はもう完璧にそっちの方をやらせてほしいわけですね。俺びっくりしたのは、東京はその災害想定で 30% ぐらい減ったっていう発表がこの間あったんだけど、嘘、何を思ってそんなこと言えるのかなと。そういうまがいものの安心を吹聴するっていうのはこれは非常に危険なんですよ。それでみんなが備えなくなるからね。最悪に備えて楽観的に行動するのがサバイバルなんですけど、今こんな根拠のない安心を与えてしまっては、それも大きな罪だと思うんですね。ですから私はこの災害対応を僕はもう完璧なものにさせていただきたいなというふうに思ってます。清水さんがその災害にそういうふうに思い始めたきっかけとか、うん、まあ災害支援ってね、あの負のお祭りなんですよ。結構ハイになってみんな、あ、俺いいことしてるみたいな感じで、最初の頃そういうところが反省、自分もあったかなと思うんだけどね。支援物資持ってたからいいことしてるとか、励ますためにとかって。ところがね、あれは東日本の時に避難所にポツンとしてる子供がいたから、なんか欲しいもないかって、何でも持ってくるよ、何でも持ってきてあげるから欲しいもん言ってごらんって言ったら、 その子がね、お母さん探してって言ったんですよ。いや俺そうか、俺たちはなんかまあある意味はしゃいでやってるけれども、本当に自分の家族も家もお母さんも亡くした子供をね、今自分の子供5歳だし母親にべったりで、この子がもしいきなり明日からお母さんが亡かったら、いくら僕なんかがフォローしてもダメだって。いや子供にとって一番大切なもんまで奪い取ってしまう災害のね、厳しさというか残酷さを思い知って、じゃあ何ができるんだろう、その子のお母さんね、作るわけにもいけない、探してくるわけにもできないけれども、せめて今いる子供たちがそういう悲しみのどん底で暮らさなくてもいいようにね。僕はその時もう全部350人ぐらいなんですよ、あのうちの川越地区にあるキャンプ場に招いてね、1年間その子たちと一緒に過ごしたんです。そういう経験があるから、やっぱり真面目に真剣に取り組まないとどうしようもないのが災害対策だと僕は思ってるんですよ。なんかこれ新聞の記事で読んだんですけど、うん、それであればあの副知事でもいいみたいなあれは本当におっしゃったんですか？さっきね、石丸さんとすれ違ったんですよ。はい、だマイク持っていい子だったなと。どっちが通ってもどっちが副知事ねって言おうかな知り合いだからね、叫ぼうかなと思ったんだけどそうだね、おっしゃるように俺がその都知事として全権を振り回したいわけでもないし、それから逆に言うと石丸さんとか小池さんとか蓮舫さんにしても、やりたいこと、東京都のためにやるべきことはこういうことだっていうのを持っておられるわけだから、だったらそれを実行できるようなポジションに選挙の後はついてもらって、全員にね、まあ、例えばですよ、清水国明都知事が生まれたら、石丸、蓮舫、小池というね、また玉上という、副知事が生まれてもいいんじゃないか。そういうもんじゃないかなと思うんだよね、東京都民のことを考えたら。俺は自分が通らなかったからもう知らないっていうんじゃなくてね、それだけ支持者がいるってことは、そういうやり方を望んでおられる人が確実にいるわけだからね。それを全部統合してやらないと、本当の意味での東京都のためにならないんじゃないかなと思ってね。まあそんなことまで考えますよ。じゃあ一言だけ、視聴者の方に何かお言葉いただいてもいいですか？清水国明をですね、必要とされるような、方がいらっしゃったら、ぜひ私を都知事にしてみてください。これはもう後悔させませんから、思いっきりやりますんでですね、皆さんのために、まあ、そして自分の人生のラストのためにもですね、これは全力でやりたいと思ってますので、その辺を ぜひ組んでいただいて、よろしくお願いします。都民の命を守ります。なんか妻の役割が大事だっていうのは、はい、すごい周りから言われるんですけど、まあ、実際私も
今回初めてなので、どうサポートしていっていいのかっていうのは手探りで、はい、やらせていただいてます。楽しいですか？あ、楽しいです。もう本当に国明さんと出会わなかったら、こんな選挙活動に自分が携わるなんていうことをもう絶対なかったと思うので、はい、楽しんでやりたいと、引き続きやりたいと思ってます。パパ頑張って。パパ頑張れ。私と同じで。はい、ありがとうございます。頑張ってください。